田口です今ね、私が立っているこの場所は、えー、ファン・バンドン通りですね、ハノイ西部エリアの、えー、外周道路です、ファン・バンドン通り、はい、えー、とこれ、まっすぐ南、これ、南側ですけど、南に行けば、ドンバンの工業団地とか、はいあのハイズの方にね、川越えて、5号線に入って向かう道なんですよね、そこにインドシナプラザが見えてます、はい、逆に北に北上していけば、第一湛論工業団地ですよね。 はい、まさしくも外周道路、ハノイの大動脈ですよね、はい、このファンバンドン通り沿いに立っているのが、こちら、はい、ザナインですよね、ザナイン、何度もね、皆様にもご紹介してますけど、ザナイン、はい、フィットネスジムがあったり、イオンですよね、はい、イオンモールがあったり、はい、する場所ですよね、はい、買い物はとても便利、で今日はね、こちらの部屋の、まあ、スリーベッドルームの部屋が開いてきてます。 はい、それをね今から皆様にご紹介しますね、はいまあ、ねなかなか出てこない144平米のスリーベッドとか98平米とか何種類かあるんでそれをこれから皆様にね、じゃあこれから部屋ですね、取っていきます、はい、ちょうどね、えー、と25階、えー、正確に言うと24階、25A のフロアですね、のエレベーターホールを降りって、一番奥の角部屋です。 一番奥の角部屋、はいここが今空いてきてます。ここですね。はいじゃああの早速まず部屋の形からいきましょうか。入り口入ってちょっとねめちゃくちゃひどい144平米のスリーベッドルームなんですよ。はい入口入って際にこういうねはいあのバスルームとお手洗いがありでまずね部屋見ましょうか。どうかんどると。 はいドーンと広がるこの感じですよ、この感じ、はい144のスリーベッドですよ、144平米、いやーまあこの部屋は何回か見たことあるんですけど、やっぱすごいですね、こうやって見るとね、はいまずねこのリビングダイニングキッチン、アイランドキッチン付きのね、 はい、キッチンがああって、まあ、ね、細かいこと言うとまだ電子レンジとかちょっとねあの今修理に出してるかなんかで、はい、出してあの外してるんですよねあとあの冷蔵庫なんかも今ちょっと修理中みたいな感じで、はい、ここにあるんですけどちゃんと持ってきますので大丈夫です。うんはい、キッチンがあってねでリビングの横にサブベッドルームがこんなのが、ね、あって部屋は全部で3つあります。部屋はで全部でつ部屋屋は全ででつ、あるんですよね。 はい、この感じ、ちょっとね、もうこの、まあ、景色は後で見せましょうか、すごいビューですよね、ここにちょっとね、洗濯機を置く、多分排水溝があり、蛇口があるから、ここが洗濯機だと思います、はい、ちょっと今、それも外してますが、契約時にはちゃんと入れてもらうので、それは心配なく、はい、2つ目のサブベッドルームも、ちょっと今、組み上げてる最中かな、ちょっとまあ修理をしてるんでしょうね、こんな感じになって。 はい、で最終最後にこのメインベッドルームですねメイ,ンベッド、はい、メインベッドがこれですようん広いですね、広い、はい、この感じ、兄弟らしきものがあり、はい、メインベッドルームのつに通じるこれバスルームがここに来るんですけどその前にこのクローゼットですよね、ここからウォークインクローゼットのような、はい、この収納の多さ。 でこの先にバスルームがありますと、来るんですよね、ヒップシャワーみたいなものがついてて、ただ、ここもグラスシャワーなので、スリーベッドルーム、ツーバスルーム、ツートイレット、しかし、バスタブはなしっていう、ね、そういう部屋です。うんまあ、お湯はセントラルじゃないんでね、お湯タンクですから、ここは、はいまあ、バスタブがどこまで必要かっていうのもあるんでしょうけども、まあ、ここはついてないと。 いうことですね。はい、この144平米の角部屋ですよ。ちょっと細かくいきましょうか。はい、入り口入ってね。ちょっとここにね。コーナーでこういう何とも言えないスペースがありましてね。はい、ここに今ゴルフバッグでも置いといてもいいのかなと？とで、これが下足箱ですよね。はい、下足箱兼収納が来ます。うんでえー、っと際のバスルームだって。普通小さいもんですけど、めちゃくちゃ広いですよね。 ここにバスタブを入れてもいいのかなという気はしますけど、ちょっとね、このガラスのこの扉を撤去して、レースあのカーテンレールみたいなね、シャワーカーテンをつけたりしなきゃいけないちょっと面倒くさいから、女は嫌がるかもしれませんね。はい、ここは普通の便器で、ヒップシャワーらしきものがもう一応シュッシュッとね、手動で、はい、あの水をこうで洗浄するというのがあります。ここがキワの,、はい、あのバスルーム兼トイレ。 はい、でこの、ね、スペースがなんとも、ね、144ですから広いですよね、はい、洗濯機がここに来るんでしょうけどもね、うんまあ、この感じですよ、まあ、これは圧巻ですよね、ちょうど、ね、これファンバンドン通りがまっすぐ伸びているこの向きが南なんですよ。ということはこちらが東ですよね、ここ、ね、東南の角地なんですよ。 東南の角部屋、一番マンションの中ではいいとされている <laughs> まあ日本ではですけどね、はい、いいとされているあの向きですよね、部屋のね、はい、でサッシも、ねまあ、足元からもう天井までのびっしりの特注のサッシですよ、今、ちょっと開けてますけどもね、はい、開けてごーっう音は聞こえてきますが、まあまあこの程度ですよ、閉めればもっと静かですけどもね。 はい、これずーっとファンバンドン通りがまっすぐでそこにもインドシナプラザが見えてますよね <laughs> そこが駅ですよねこうやって見たら近く見えますけど、うん、でここはもう日本人学校のバスがあの巡回してこないので日本人学校すぐ向こうにあるんですよね。歩歩けなないいいことととはないちょっと歩くと遠いか やっぱり一番近くの日本人学校のバスのバス停はあそこのインドシナプラザなんでそこまで歩いていけるかっていうね日本人学校の生徒さんをお持ちのご家族連れはここいいなって思うんですけど日本人学校がねバスがねまだ来ないということですはいそこをまあ考慮に入れてだからお子様はまあ幼稚園日系の幼稚園とかインターナショナルスクールに通わせますとかいうお子さんだったらここには当然 はい、インターのバスとか、えー、幼稚園のバスは飛ばしてくれます、なので大丈夫、日本人学校となると難しい、まだ人数が足りていないんで、はい、あのでここには回ってこないという状況です。はい、ただ、この、ね、東南の角ひ、えー、南側と東側のこのこのサッシのこの明るさいや、これはちょっとプライスレスですね、これね。 でテレビもついてないですよね、まだ未完成なんですよね、ちょっといろいろオーナーさんも、はい、ここに住んでた住民の方がいらっしゃったのかどうか、自分たち自らがオーナーがね、住んでいたかは分かりませんけど、まあ、この部屋を一旦出て、いろんなこ細かいね、はいあの、電化製品を今、整えている状態ですね、はい、この L 字型のソファーも結構高そうですよね、このレザーのね、はい、いい座り心地かなと思いますね、おお、いい感じですよね。 はいまあ、右向いてもこの,このビューですよね、いやこれはすごいな、これ、まっすぐ向こうに行くと北側ですから、第一丹論工業団地ですよね、はい、に、えー、行きますよね、はい、この感じ、そこはもう鋼材の街がドアーっと広がってて、その鋼材の向こうが、えー、バディンクで、キ、まあ、金マエリアがあるんですよね。 かすかにに向こうに包帯湖が見えてますすよね、うん、すごいですね、24階か、ここまで上がるとこんな景色になるんですよね。あそこ向こうにドームにサッカー場のドームがありますけど、はい、あそこで毎年、ね、テッドの時に花火が上がるんですよね。こっから見たらもう絶景ですよね、もうモックス見えますよね、花火がね。 はい、っていうようなちょっと思わずね。おーっと思ってしまうんですけど、はいまあ、細かい。あのところはまだね。整ってない部分はあると思います。これ、サブのベッドルームですよね。はい、この感じです。はい、収納がありますよね。うん、で窓は必ずはい。サッシも着てて、レースのカーテンと。これは遮光カーテンがセットではいつけてくれてますのではい、いまあ、大丈夫。まあ、閉めてればこのこの感じですよ。 際がこのファンバンドン通りだけど音全然聞こえませんねうん、音聞こえてくるのはさっき窓開けてるあっちの向こうの部屋から聞こえてきますよね窓開ければ音は上がってきますが音は上に上がる習性があるので上がってくるんですがもう完璧なペアグラスで囲まれている部屋ですからど,どの部屋もねザ・ナインっていうのは ペアサッシでしっかりとはいあの防音しているのでまあ安心していただけるかなという感じですよねはいこのザナインド144平米のスリーベッドルームはいどうですかねどうでしょうかね、えー、バルコニーもちゃんとこうつきますしねはいバルコニーもつきますうんここにバルコニー、えー、部屋が三つですよねねここにまあ洗濯機でしょうねはいでここにもまあこれメインベッドで ここにもバルコニーですよね。うん、バルコニーがつくと、リビングはさすがにバルコニーはつけていませんが、各部屋にはこの2つにはバルコニーがつきます。そこんな感じですよね。はいまあ、何とも言えません。も映像の力で皆さんにお伝えするしか、もう方法がありません。 ザナインも、ね、いろんな部屋見てきましたがこれ一番広いタイプだと思いますねこれ144もちろん最上階とかに行くとねメゾネットとかね、はい、ディプレックスみたいな、まあ、1階2階建ての,、はい、あの階段で上下するようなそういうビップルームもあるのかもしれませんがまあそういう生活よりも <laughs> これぐらいまででとどめた方が便利ですよねワンフロアに全部あった方が。 はいまあ、ここ、コンドミニアムですからね、個人オーナーナさんとの契約になります、はい、弊社がその間に入って、しっかり仲介しますので、はい、契約書を守らせると言いますかね、はい、勝手なことは言わせないように交渉はしますが、サービスアパートと比べてね、若干のリスクももちろん、はい、個人オーナーさんですから、急に売りたいんで出ていってほしいとか、更新は申し訳ないけど、売れたので、はい、次の更新はできないですよとか。 いうふうになる可能性はありますがそこはコンドミニアム全般的なリスクだということであの、ね、認識をしてください、はい、ここで、ね、もう結構、ね、やっぱり、ね、安いんですよね、144平米というとメトロポリスだったらいくらなるかな税金と管理費だけでも3000ドルは超えてくると思うんですよね特別な部屋なんでここは、ね、3000ドルちょっとぐらいですよ、まだ。 という意味ではあのまだまだま低く抑えられていると、まあ金間のねど真ん中とこのナムトゥーリエムバクトゥーリエムの境界のこの辺りハノイの西部とは全然、まあ、土地の単価も違うんですけど、まあ、東のこのねファンバンドン通りの外周道路この外周道路沿いに住む意味のある方ですよね。 はい、なんといっても交通は便利です、ここを起点にして、いろんなところに動けますよね、はい、あの工業団地に通う、これ、花無町のどんばんに行くのに、これ、まっすぐ行って、高速でずっとこう南に降りていくっていうかね、下がっていくっていう向きだし、その先、まっすぐ行ったら、拝殿の方の工業団地とか、はい、またこの外周道路を逆に北の方に北上していくと、第一端論。 がありますよね。その先は空港ですよね？で考えたらまあ空港周りの工業団地とか第一短論工業団地とかそんなところに通勤をする方とすれば、ここを起点とすれば結構便利なんですよね。うんっていうところです。1階にはあのえっ、ー、とイオンがね。入ってます。小さなイオンですけども入ってます。 はい、って考えたら、はい、生活は私便かな、交通私便、通勤私便な場所ではないかなと思います。ただ、お子様の学校がどうかというところはちょっと考慮に入れて考えてみてください,、はい。いかがでしょうかね、ファンバンドン通り、外周通り沿いに出たザナインの144平米の3ベッドルームのお部屋のご紹介です、はい、以上レポート終わります。